どの曲で踊りましょうか。衣装はどれがいいですかね。いいね。振り付けは何にしますか。衣装は どの曲で踊りましょうか。さあ行こうか。八神さん。ああ。いえ。天沢。八神さん。え？はい。あの、うん？実は。なるほど。
あ、はい。八神さん、八神さん。ああ、あ、うん、え、あの、はい。なあ。はい。ねえ。うん？マジかよ。はい。そんな。はい。いえ。ちょっと。
ということは、ああ、西園。はい。なあ。はい。真の名探偵ならば、高梨。いえ。さん、どの曲で踊りましょうか。振り付けは何にしますか。衣装はどの曲で踊りましょうか。よし、やるか。
西園。天沢、ところで実は。なあ。ええ、なるほど。八神さん、八神さん。
なあ、西園、まだ練習に身が入らないか？すみません、バカみたいですよね。たかが失恋で、本当ガキみたい。はあ、聞いていた以上にひどいね。え？はあ、あ、のりづき。え、本人？ちょ、え、なんで？おい、のりづきゆりえがいるって聞いたんだけど。おお、本物！すっげえ、テレビで見るより全然可愛いじゃん。サインください。サインはなし、もうアイドルじゃないから。でものりづき来てくれたのか。西園さやかの間抜け面を見に来ただけです。間抜け面、はあ、失恋ごときで情けない。あなた何のために踊ってたの？匠のため？それは、それがわからないの。自分が何のために踊るのかわからなくなっちゃった。半年ほど前のことだったかな。え？たまたま友達に誘われて小さなダンスコンテストを見に行ったことがあったの。あの、何を？まだアイドルだった頃の話。その頃の私はファンのみんなが望むダンスばかり踊ってた。自分が踊りたいダンスじゃなくてね。だからその会場で見たダンスにすごく衝撃を受けた。その子たち生き生きとすごく楽しそうにダンスを踊ってたから、だから私はアイドルをやめた。彼女たちみたいに楽しく自分のダンスを踊れるようになりたかったから。うん、それあなたたちのこと。え？私はあなたたちのダンスを見て自分に足りないもの、やりたいものを見つけたんだ。嘘。あなたたちがあの日の大会で一番輝いてた。ダンスは下手だったけど一番自由に楽しく踊ってた。素直に羨ましかった。ダンスを楽しいだなんて思ったことなかったから。匠のこと好きだったのも確か。決勝で勝って匠を振り向かせるために練習だってしてた。だけど今は違う。あなたたちに負けないようにってそう思って踊ってるうちに分かってきたの、自分が何のために踊っているのかを。私はあの日、あのステージで見たあなたたち、憧れだったあなたたちと本気でぶつかり合うために踊ってる。憧れ？のりづきさんが私たちに？ええ。そしてその日を夢見て練習する日々は本当に楽しかった。だからがっかりさせないでほしい。それじゃ張り合いがないから。のりづきさん、決勝大会の会場で待ってる。どいて、練習の邪魔でしょ。はい。みんなごめん、ちょっと休みすぎちゃったみたい。練習しよっか。はい、うん、
はどの曲にしましょう。衣装振り付けはどうしますか。衣装を選んでください。よし、やるか。おう、うん、西園。